ナゲット熱狂、三人のスターが作り出すマクドナルドの新たなる旅。来月のアルバムから一曲 CM ソングが起用されたらいいなと思ったよう。数年ぶりにマクドナルドに足を踏み入れた時、私はあることに気づいた。それはナゲットの存在だ。マクドナルドのナゲットは、まるで幼少期の思い出を呼び覚ます魔法のように感じられた。そんな思いに駆られ、 私は再びナゲットを堪能しようと思い立ち、その瞬間に起こったことは信じられないものだった。ナゲットを注文する際、レジ係の方が微笑みながら、ナンバーアンダーライン愛の3人による新 CM をご存知ですかと尋ねた。その瞬間、私は何かが起こる予感を感じた。そう、ナンバーアンダーライン愛の3人による新しい CM だ。翔 シンくん、そしてガンくん。三人のスターが一堂に会して、マクドナルドの CM に登場するのだという。その情報に胸が高なり、私はますますナゲットを楽しみにした。そして、CM が解禁された瞬間、私はテレビの前で熱心に見入った。三人の笑顔が画面に広がり、それを見ているだけで心が踊るようだった。彼らの笑顔は、 まるで幸せそのものを具現化したかのように輝いていた。そして、ナゲットを食べる彼らの姿は、まるで普通の人々が日常的な楽しみを共有するように見えた。その光景に私は心から感動し、自分も彼らと同じようにナゲットを堪能することを決意した。しかし、私はふとした瞬間に疑問を感じた。彼らがナゲットを食べる姿は、 本当にリアルなのだろうかそれとも単なる演技なのだろうかもし彼らが本当にナゲットを食べているとしたら、そのナゲットの味や食感は一体どのようなものなのだろうか私は興味深踊り時で調査を開始し、様々な情報源から情報を集めていった。すると驚くべきことが分かった。実は彼らが CM で食べているナゲットは、 特別なものではなく、普通のナゲットだというのだ。つまり、彼らの笑顔や楽しそうな姿は、まさにリアルなのである。これは私にとって大きな驚きだった。なぜなら、普通の人々が食べるナゲットと、スターたちが食べるナゲットとでは、何か違いがあるのではないかと勝手に思い込んでいたからだ。しかし、それは全くの誤解だった。 スターたちも普通の人々と同じように、ナゲットを楽しむのだ。その事実に私は心から感動し、彼らの CM を見るたびに、ますます彼らのファンになっていった。彼らの笑顔や姿勢は、ただ単に商品を宣伝するだけでなく、共感と共有の象徴となっているのだと感じたからだ。そこで私は考えた。 私たちはなぜ彼らの姿に心を動かされるのだろうかそれは彼らがスターだからなのか、それとも彼らの普遍的な人間性に触れたからなのか私はその問いに対する答えを探求するために、さらなる研究を行った。すると、ある調査結果が目に留まった。それによると、人々はスターたちの生活や行動に共感することで、 自分自身もより豊かな人生を送ることができると感じるのだという。つまり、スターたちが普通の人々と同じようにナゲットを楽しむ姿を見ることで、私たちは彼らとの共感を深め、自分自身もより幸せな気持ちになるのだというのだ。これは私にとって大きな気づきだった。スターたちは決して遠い存在ではなく、 私たちと同じように日常の楽しみを求めている人々なのだということを。そして、その共通点こそが私たちを彼らと結びつけ、彼らのファンにさせる要因なのだということを。そうして私は、ナゲットというシンプルな食べ物を通じて、人々の心をつかんだ三人のスターたちの物語を紐解いていった。彼らの CM は単なる商品の宣伝ではなく、 私たちと彼らの間に生まれる共感と共有の証となっているのだということを。そしてその証を私たちが受け取ることで私たちもまたより豊かな人生を送ることができるのだということを。次なる疑問が湧き上がってくる。彼らの CM は私たちにどのようなメッセージを伝えているのだろうか彼らの笑顔や楽しそうな姿勢の裏には 一体どのような意味が隠されているのだろうか私はますます興味を惹かれ、彼らの CM をもっと深く掘り下げていくことを決意した。あなたは彼らの CM を見た時にどのような感情を抱くだろうか彼らの笑顔や楽しそうな姿勢に共感を覚えるだろうかそれとも彼らの CM に隠された意味を探求することで新たな気づきを得るだろうか それはあなた次第だ。彼らの物語はまだ終わっていない。私たちは彼らと共に新たなる旅に出る準備ができているのだろうかナゲットを絶対買う。マクドナルドに行くのは何年ぶりだろうでも、ナゲットを買うのは確実だな。ありがとうございます。完全に三人でしたね。そうなんですよ。 ナンバーアンダーラインアイは3人で起用されるのを待ちに待っていたんですよ。こんばんは。マクドにはほとんど行かないけど、CM が始まったらナゲットを買いに行くね。わかります、わかります。翔くだって明日買いに行くわ。いつもナンバーアイの情報を素早くお知らせしてくれてありがとう。ナンバーアイがマクドナルドの CM に出るの本当に嬉しいよね。 翔くん、真くん、んくん、三人で最高だね。セットも好きだけど、ナゲットも大好きなんだよね。世界のマクドナルドと世界のナンバーアイのセットは最高だよね。翔くんは切り込み隊長で頑張ってグループを知らしめてる誰か。センターでも輝くグループなんだよ。やばいよね。顔を隠してももう溢れているよね。 教えてくれてありがとう。三人一緒なんて嬉しいよね。楽しみがまた増えたよ。おそらくゴールデンウィークを控えてぶつけてきたのね。ナンバーアンダーライン愛はお母さんや子供たち、ファミリーにも人気があるんだよ。三人一緒での CM、本当に嬉しいよね。三人一緒で本当に嬉しいよ。もう本当に三人が世間。 世界の旋風を巻き起こしまくってるよね。次から次へと私たちを興奮させてくれるよ。三人揃っての CM はとっても嬉しいよ。三人のわちゃわちゃが見られたら最高なんだけど、贅沢かな三人起用して正解だと思う食べまくるね。三人一緒の CM が嬉しいよね。わちゃわちゃ見られるかなナンバーアンダーライン愛の三人が。 一緒に CM に出れるのは本当に嬉しいよ。三人で出れるのは翔くんの希望でもあったはずなので、輝嬉しくんも嬉しかっただろうな。よかった。買いに行くよ。今日もありがとう。CM 楽しみだね。口元だけだけど、じんくんのほくろですぐわかっちゃうよね。情報で X で動画を見てきたよ。すぐ食べたいな。 明日高校っと。食べたい。食べます。ナゲット買うよ。間違いないね。最初翔くん、次新くん、最後騎士くん。15ピースのナゲットの CM なのかなーって思ってるよ。三人は嬉しすぎる。ジグタンはほくロでわかるよね。お酒飲めないからサントリー天然水とか飲んで応援してるよ。 やっぱり翔くんがいいわ。翔くんかっこいいよね。ありがとう。マックホントだったよね。三人でわちゃわちゃ食べる姿たっぷり見れそうだよね。たっぷりいこうぜ。来月のアルバムから一曲 CM ソングが起用されたらいいなと思ったよ。さっき動画見て、早速マックに寄ってナゲットとバーガー買っちゃったよ。 CM 解禁されたらみんなモバイルオーダーして絶対売り切れそうだから。